皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 IHG っていうホテルグループがありますよね。私の動画でね、そこまで取り上げるねホテルグループではないんですけども、本日 IHG ワンリバーズっていうのにですね、変更っていうのが発表されましたので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、今回のね、この話なんですけども、あくまで海外のね、ブロガーの方がね、アップした情報っていう風になっておりまして、まあ、海外のこのブロガーの方のこの情報はですね、公式サイトのね、画像を使っておりますので、まあ、おそらくね、間違いないと思うんですけども、今現時点ではですね、私が調べた感じだと、このね、IHG のこの新しいプログラムの規約自体がですね、今はね、エラーになってるようで、ちょっと見れないんですよね。まあ、多分そのブロガーの方が書かれた時は多分見れたんだけど、今はちょっと見れないみたいな感じで、で、この発表自体がですね、4月17日から本格展開みたいな感じになってるんですよね。まあ適用されるのは、まあ今年の6月ということで結構先なんですけども、まあ17日ぐらいにはですね、実際のね、規約も見れるようになると思うんですけども、ひとまずね、現段階では一応この海外のブロガーの方のね、話っていう風になりますんで、まあ一部ね、間違ってる点ももしかしたらあるかもしれませんけども、まあ、この点はね、ご了承いただいてですね、この動画ね、見ていただければなと思います。この話がね、そのまま適用になればですね、かなりね、朗報っていった形になりますんで、今ね、IHG で、ね、利用されている方、またね、IHG のね、ステータス保有されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではね、今回この IHG のね、ワンリワーズっていうね、ホテルプログラムが開始になるということで、もうね、切り替わるっていうことは結構前にね、発表があったんですよね。で、まあ、いつになるのかななんていうふうに思ってたわけなんですけども、まあ、今回ね、発表があったっていった形になります。で、まずね、今のね、ホテルプログラムの、ステータス制度はね、こういった形になってるんですよね。クラブからゴールドエリート、プラチナエリート、スパイエリートっていった形になっておりまして、まあ、こういった形でですね、ステータスが分かれているわけなんですけども、この IHG っていうのはですね、まあ、ステータス自体はね、あるんですけども、ヒルトンとかマリオットみたいにですね、ステータスが上がったからといって、まあ、朝食がついたりですね、またね、ラウンジアクセスがねつかないんですよね。まあ、こういったプログラムに、ね、なっているわけなんですけども、こちらがですね、2022年の6月上旬よりですね、IHG ワンリバーズっていうね、名前になって、開始になります。まあ、先ほど言った通りね、細かく言うと、一応ね、4月13日に公開されて、4月17日からね、アカウント展開されるそうなので、まあ、もうそろそろね、見れるようにはなると思うんですけども、この動画を作ってる時点ではですね、ちょっと規約がね、見れないっていう形になります。で、ステータスのね、名称もね、変更になるっていう風になっておりまして、今のね、クラブ、ゴールド、プラチナ、スパイアっていうね、このステータス制度からね、変更になりまして、こういった形に変わるんですよね。クラブ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドといった形で、こういった形に、ね、なるんですよね。で、以前のですね、ゴールド、プラチナの方はですね、新しいステータスになっても、そのままゴールド、プラチナがね、維持されるっていう風になっておりまして、前のステータス制度で、スパイアエリートの方、まあ私もそうなんですけども、こちらの方はですね、一番上のね、ダイヤモンドエリートっていうね、最上級ステータスにね、なることができるっていった形になります。で、このね、ステータスの特典なんですけども、今ね、分かっているところだけね、解説していきたいなと思うんですけども、まずね、ダイヤモンドステータスの方はですね、朝食2名分ね、無料になります。こちらね、新しく新設されたね、特典っていう風になっておりまして、今まではですね、最上級のスパイアエリートでも、この朝食っていうのはね、つかなかったわけなんですけども、このね、新しいダイヤモンドステータスになると、朝食2名分ね、利用することができます。で、次にですね、ダイヤモンドメンバー専用サポートチームということで、6月上旬からですね、ダイヤモンドメンバー専用のサポートラインね、アクセスできるようになるそうです。で、次にですね、プラチナとダイヤモンドメンバーはですね、アーリーチェックインがね、利用することができて、で、レイトチェックアウトもですね、午後2時までね、利用することができます。で、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドメンバーの方はですね、エリートロールオーバーナイトっていうね、こちらが利用することができるようになっておりまして、まあ、宿泊実績ですね、ステータス獲得するには、こちらのね、宿泊実績がね、必要になるっていった形になるんですよね。プラチナだったら40泊、ダイヤモンドだったら70泊っていった形で、まあ、こういった感じでね、必要になるわけなんですけども、まあ、こちらはですね、繰り越した分はですね、翌年に端数をね、繰り越せるようになってるんですよね。まあ、例に出すと、この70泊すると、
ダイヤモンドステータスになりますよね。で、まあ仮にね、77泊1年間にしたとしますよね。そしたら7泊あぶれるじゃないですか。で、この分がですね、来年にね、7泊残るっていうのが、このね、ロールオーバーナイトっていうのはですね、適用になるっていう形になります。まあこれがね、今後利用することができるようになる感じですね。で、次にアップグレードなんですけども、プラチナとダイヤモンドメンバーですね、スイートルームのアップグレードがですね、対象になりました。こちらも今まではですね、スイートルームがね、アップグレードの対象に入ってなかったと思うんですけども、2022年6月以降はですね、こちらがね、対象になるっていった形になります。それでは次にですね、マイルストーンリワードについてですね、こちらね、こういった形で、特典がありまして、まあこちらはですね、ヒルトンホテルとかにもね、あるんですけども、まあ宿泊をね、重ねてっていくと、区切りにですね、特典がね、もらえるっていう風になっておりまして、IHG の場合は、まあこちらの特典がですね、選択して、まあ利用することができるっていった形になります。ですので、まあ20泊すると、5000ポイントか、フード&ビバレッジクレジットか、スイートルーム確約券みたいなね、まあこういった形で、まあ選択してね、もらうことができます。ですので、まあ宿泊すればするほどね、まあ特典がもらえていくっていう風になるわけなんですけども、まあこの中でもですね、40泊していただくと、ラウンジメンバーシップっていうのがね、書いてあると思うんですけども、こちらはですね、クラブラウンジありますよね。こちらの利用券みたいな感じで、本来ね、クラブラウンジっていうのは、クラブルーム以上のね、ラウンジアクセスがついてる部屋をね、利用しないとこちら入ることができないんですけども、このね、ラウンジメンバーシップっていうのでですね、入ることができるっていった形になるんですよね。まあ40泊ということで、まあかなりね、ハードルは高いんですけども、まあこういった感じになります。で、それ以外にはですね、このフード&ビバレッジクレジットっていうのは、1とか5とかね、あると思うんですけども、これ1クレジットで20ドル分のようです。で、スイートルームの確約券も、まあこちらね、もらえるわけなんですけども、こちらね、14日前から1日前までに IHG にね、連絡して、スタンダードルームからスイートルームね、アップグレードしてもらうっていった形で利用できるようです。で、こちらはですね、今後ね、デジタルオプションみたいな感じで利用できるようになるそうなので、まあ、マリオットとかで言うとね、スイートナイトアワードみたいなね、あんな感じでね、利用することができる感じなんですかね。まあ、こういった形で今後予定されているようです。で、このね、有効期限は1年間っていう風になりますんで、まあ、1年以内にね、利用していただくっていった形になります。まあね、こういった形になってるんですよね。まあちょっとね、宿泊が20とか40とかね、かなり宿泊数がたくさん必要なので、もう本当にね、ホテルをめちゃくちゃ使う人向けにはなるわけなんですけども、まあこういう制度自体がね、あるのはね、かなり楽しいのかなっていうふうに思います。ということで今回ですね、IHG が IHG ONE Rewards で変更へということで解説させていただいたわけなんですけども、いやね、内容としてはね、かなりいいですよね。インターコンチネンタルアンバサダーっていうね、200ドル払うと、プラチナになれるんですよね、IHG って。で、私の動画のチャンネルでもね、なられた方ね、結構いらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあこういった方もですね、新ステータスでスイートルームをね、アップグレード対象になりますんで、かなりいいですよね。またね、私は2019年に ANA のダイヤモンド使用して、ANA のダイヤモンドからIHE のね、ステータスマッチっていうのを当時やってたんですよね。で、その時にステータスマッチをして、で、それでコロナが始まってずっと延長みたいな感じで、ステータスね、私 IHE のスパイア今も持ってるんですけども、まあ私みたいな方はですね、そのままね、ダイヤモンドステータスになれるっていう風になりますんで、朝食もね、2名分無料で利用することができますんで、かなりのね、朗報ではないでしょうかね。最近ね、ホテルの話であんまりね、いいニュースっていうのはね、聞かないので、かなり嬉しいですよね。 IHG のねステータス保有されている方はですね、2022年6月からねこちら切り替わるっていう風になりますんで、ぜひね利用していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。